下行ってこのパックンを抜けろっていうことなんかな。え、これちょっとわからんくね。え、どこにいるかわからんねんけど、これでキノピコに変更したらいけるってことなんかな。ちょっとキノピコに変更してくるね。はい、それじゃあキノピコに変更してきたね。これでなんか変わってるといいんだけど、この上の扉はどこに続くんだろうね。あ、ゴールバーのところ来たよ。で、これでキノピコだったらなんか変わってるみたいな。あはは、なるほどね。え、すごいすごい。これキノピコだったらさ、尻尾みたいなのがあるじゃん。尻尾じゃねえか、頭から生えてるから。これでどこにいるかわかるんだね。そしてあのパックンを避けろっていうことか。いや、これめちゃめちゃすごいね。面白い考え方だよ。そしてここもパックンが下に行った時に左に行ってゴールできるっていう感じだね。